優れた変色効果を示すアレキサンドライト変色効果は鉱物に見られる光の効果の一つである鉱物が異なる光原下で違う地色を示すことを言う特に宝石に関しては日光蛍光灯火と白熱光燃焼効果での明瞭に色が違って見える現象を指し具体的にはアレキサンドライトだと日光蛍光灯火では暗緑色 青緑色を示すが、白熱灯や、ろうそくの明かりの下だと、赤紫色に変わる。アレキサンドライト効果ともいい、この効果を示す石をアレキタイプなどとも言う。変色効果自体は18世紀から知られており、白中は深い青、夜間の人工証明下においてはアメシストに似た、墨色を呈するサファイアが不思議なサファイアと呼ばれ、小説の題材にされたりした。 一躍有名になったのは19世紀になり、青緑から赤紫へと劇的な変色効果を示すアレキサンドライトがロシアで発見されてからである。変色効果の原理をアレキサンドライトを例にとり説明すると、これはこの石が黄色系スペクトルを吸収するクロムを含有し、また石が反射する光に赤色要素と緑色要素の両方が平均的に存在し、 青みが強い光線の下では、青色系の色を、赤みが強い光線の下では、赤色系の色を反射するためである。宝石として用いられる素材で、変色効果を有することがある鉱物には、アメシスト、ガーネット、クリソベリル、不純物として、バナジウムを含んだサファイアやスピネル、トルマリン、人工宝石である CZ などがある。アレキサンドライトは、 変色効果を示すクリソベリルを指し、変色効果を示すガーネットと共に色変化が劇的で希少性も高いが、その他の石についてはそれほど珍しいものでもなく、変色もサファイアやスピネルを例にとると上述したように多くは、青とスミレ色など、さほど劇的ではないのでそれほど注目されない。しかし変色の程度は、個々の石一つ一つで異なるので、 同じアレキサンドライトでも赤があまり出ない程度のあまり良くない石は安価になり劇的な色変化を示す石は人工宝石を除き種類を問わず効果になる。また安価に人工合成できるキュービックジルコニアやサファイア、スピネルについては人工合成されたそれらが合成アレキサンドライトという触れ込みで安物のジュエリーに取り付けられ販売されることがある。 またガラスにも変色効果が認められる製品があり、ダイクロイックガラスと呼ばれる。ありがとうございます。